雑魚は消える理不尽な社会。日本は人類選別計画を行っていた。経済が大低迷したので、サッカー大国にすることでワールドカップ優勝し、景気の復興を目指していた。そこで10代の男は全員サッカー部に入ることが義務だった。ついに2ヶ月後はランク決めですらな。質疑テストはいけるけど、筆記テストはな。ユウはサッカー雑誌読んでるから、どうせ A ランクだろ。 A から F のランクによって、行ける高校、給付金、人生など全てが決まるのだ。模擬テストで B ランク判定だった。僕は A ランクだね。ユウはこのまま行けばプロ選手じゃん。じゃあ今日もこれで練習しよう。これ爆発しちゃうもんな。首輪にはセンサーがついてて、練習をしないイコール国に貢献しないとされ爆発する仕組みなのだ。ある日のことだ。おい、みんなこっち集まってるぞ。ちょ待って、車来てる。いいから信号無視しちゃえ。わかった。そこから人生が狂ったのだ。ユウと車が衝突した。おい大丈夫か。緊急車。わかった。すいません。1ヶ月後のことだ。あの日なんとか一命を取り留めたユウのお見舞いに行く。あ、今日もありがとね。本当にごめん、あの日俺のせいで。信号無視した俺が悪いし、運転手も居眠りしてたみたいだし、ほんとしょうがないよ。だから決めたんだ、来月の人類選別ランク決めテストで俺も F ランク取る。は、何言ってるの。それが俺の償いだ。 F ランク取るってどういうことか分かってる。ランク決めテストの F ランクはサッカーが著しくできない人、そして身体障害、病人などでそもそもサッカーをできない人のことを指す。そいつらは国の貢献を目指し、臓器や骨を研究開発に使われたり、 A ランク選手が怪我した時に筋肉や骨を提供されたりする。つまり死を表すのだ。それが今の社会システムなのだ。俺はお前からサッカーと人生を奪った。だから俺も。そこまでしなくていいよ。俺は F ランク確定者だけど、その分お前が A ランク取って、そしていつかワールドカップ優勝してほしいと思ってるよ。5年後、俺はワールドカップ決勝の舞台にいた。長年の日本のプロジェクトの集大成、ユウの筋肉を移植した俺は天才ストライカーとなっていた。ゴール。もしもし、本当にごめん。 D ランク取ったって友達から聞いたけど、なんかヘマしたの。 F ランク取るって約束したのに裏切ってしまった。いや、いいんだよ、そんな約束してないし。実力テストは下手にプレイしたんだけど、筆記テストでよぎったんだ。死にたくないって。だから最後の3分で白紙だったテストを少しだけ埋めてしまった。サッカー楽しんでね。ごめん、裏切っちゃう。ランク決めテストに参加できなかったあなたは F ランク対象者となりました。よって選別を開始します。決勝戦は前半で2対0だった。後半戦も余裕そうだな。そうだね。うちには天才ストライカーいるし、日本のプロジェクト達成させたら景気一気に回復するな。うん、そうだね。後半戦のコートには10人しかいなかった。日本は天才ストライカーを下げて10人で戦うとは余裕ですね。おっと、開始早々ブラジルに一気に2点も取られた。その頃俺は山にいた。どんだけ俺が強くてもこの体はユウのものなんだ。なんでこんなものに縛られなきゃいけないんだ。サッカーなんて消えてしまう。日本なんて負けてしまう。あなたは国のプロジェクトから逃げましたね。よって反逆者とみなします。選別を開始します。